ランキングダイナマイト。実在するすごく変わった男たちトップ10。ギャリー・ターナー。ギャリー・ターナーのあだ名はストレッチで、彼は世界一伸びる肌を持つ男だ。彼が3歳ぐらいの頃、肌がよく伸びることに気がつき、彼の家族や友達の前でそれを披露していた。もちろんこのような肌は普通ではなく、一種の病気が原因だ。この伸びる肌の病名はエーラス・ダンロス症候群と呼ばれており、難病に指定されている珍しい病気である。ブライアン・ショー。2016年、ブライアン・ショーは世界最強の怪力男を決める大会で4度目の優勝を果たした。ショーは身長203センチ、体重188キロという大きさで、2011年、2013年、2015年にも優勝している。ちなみにスクワット360キロ、ベンチプレス238キロ、デッドリフト420キロが彼の記録だ。アモー・ハジ。アモー・ハジは60歳のインド人男性で、彼は60年間風呂に入っていない。彼は世界で最も汚い男として知られ、地面の穴に住み、腐った動物の肉だけを食べ、雨水を飲み暮らしている。タバコが大好きでよく吸うが、タバコが切れてしまった時には動物の排泄物でタバコを作り吸っている。幼少期にお風呂で起きた嫌なことがトラウマになって以来、お風呂に入れなくなってしまったそうだ。チャンドラ・バハドゥル・ダンギ。ネパール人のチャンドラ・バハドゥル・ダンギは世界で一番背の低い男性で、身長は55センチだ。彼は世界一背の低い男性と記録されている。地元のメディアで注目され、大工だった彼は村でも有名になった。彼の背が小さい原因は原期性精神症という病気である。パトリック・デュール。パトリック・デュールは世界で最も体重の重い男の一人とされ、体重は464キロに達した。ネバラスカ州のグランドアイランドで何年間もの間家を出ず、一人でベッドの上で暮らしていた。そのため家から出られなくなってしまったので、救助隊が彼の家の壁を壊して救助を行った。彼は救出されるとすぐさま入院し、胃を切除する減量手術をし、1年で258キロに成功した。リオニッド・スタンドニック。リオニッド・スタンドニックはウクライナで最も背の高い男性で、身長は2メートル56センチだ。彼は世界で最も背の高い男として2007年のギネスブックに登録されている。14歳の時、彼は脳下垂体に腫瘍が発見され、これが原因で多量の成長ホルモンを分泌されてしまっていた。それを食い止めるため彼は脳手術を受け成功したのだが、2014年に脳出血により亡くなった。ポール・キャラソン。ポール・キャラソンはコロイド菌による皮膚の炎症で顔が青くなったことで一躍有名となった。これは銀皮症と呼ばれる菌によって引き起こされる作用である。彼の白髪とヒゲによってアニメ映画に出てくるパパスマーフのように見える。残念なことにハリソンは心臓発作により62歳で亡くなった。ロルフ・バックホルツ。ロルフ・バックホルツは世界で最もピアスをつけている男性として知られ、体中に100のピアスの穴が開いている。ドイツ人の彼はこれによって有名になり、世界中のあちらこちらでも取り上げられた。そのため世界を回ることが多くなった彼が、ドバイを訪れた際に入国を断られるということが起きた。
中東では黒魔術はご法度とされており、彼は黒魔術師と勘違いされたことが原因だそうだ。ユー・ゼンファン。ユー・ゼンファンは世界で最も毛深い男性で、体の 96% が毛で覆われている。この症状は彼が2歳の頃から始まった。現在彼はレーザー脱毛をし、ロックミュージシャンとして有名になりたいと頑張っている。デデコサワ。インドネシア人の漁師である彼はズリーマンとして知られている。なぜかというと、全身に木のようなイボができているためである。イボはヒトパピローマウイルスが原因でできてしまうもので、普通なら自己免疫能力で治るが、彼にはその能力がなく、イボができる一方なのだそうだ。一度は手術で 95% ものイボを取り除いたものの、2年ほどで元に戻ってしまったそうだ。残念ながら2016年1月に45歳という若さで亡くなってしまった。この動画をご覧のあなたにおすすめの動画です。チャンネル登録をお願いいたします。ランキングダイナマイト。